はい、どうもー。はい、どうもー。ワドツでーす。おー、ごましおさん、お疲れ。今日はですね、2019年の3月の20日、18時23分です。はい、ボン、ただいま。ということで、会議が終わりましたよ。よしくんと会議が終わって、たくみさんと。ね、ボンもごましおさんもね、スタッフさんだから、ぜひぜひ集まってくださいね。今日は急だったからあれだけど、今日よしくんが忙しいから急だったから急に声かけになったけど、普段はもっと前もってやるからね。ミーティング終わったよ。ミーティングも配信やってたよ。ミーティングも配信やってた。いやー、疲れたね。お疲れー。よいしょ。大変だったね。今ちょうど終わったよ。まあでもだいぶ見えてきたかな。だいぶ見えてきたかな。だいぶいい感じになってきたよ。よかったよかった。7月の末にオーディションか。4月末にオーディション。4月の頭か。4月の頭か。いろいろ整理していかないとな。いや、大変。ピャー大変だよ。ピャー大変。みんな力貸してね。今日は特にやることないかな。大丈夫かな。おい、金魚姫あたつ、おはよう。金魚姫あたつ。おい、関ちゃんはどつ。お疲れ。今、ミーティングから帰ってきたところ。うん。姫たん、よしよし。どういうこと？なんかプツプツ？嘘？プツプツしてる？なんだろう。本当だ、なんかおかしいな。どういうことだよね。俺もよくわかんないけど。映像がプツプツしてる。重い。どうかな。確かに CPU が重い。ちょっと待ってね。多分治ると思う、すぐ。治ったでしょ。軽くなった。なんかね、LINE をバージョンアップしろっつって、LINE がバージョンアップされて、重たくなってた。ごめんごめん。申し訳ない。いや、今治るはず。治ったでしょ。すまんすまん。もう治ったはずだよ。なったでしょ。またダメ？またダメ？
どう？ダメかな？いや、LINE をダウンロードしろって出て、で、なんか勝手に LINE ダウンロードされて、それでプツプツになっちゃった。お疲れ、ゆうさん。お疲れ。いやー、楽しみだな。脚本。自然になった？よかった。今手にしてるの？タバコですよ。タバコです。タバコですね。TABAKO。タバコですよ。KOCO か。スペックはやっぱ上げたいところだね、パソコンのね。風船ありがとう。風船ナイス。ありがとう。アイテムありがとう。今 OK、 了解。TABAKO。タバコですね。風船でごめんね、謝らないで。風船大事だよ。水。タバコ最高。夕方まで寝るとは思わなかった。ごましおさん来てほしかったね、ちょっとね、今回。ごましおさんやる気めちゃめちゃある人だから、ちょっと来てもらいたかったかな。禁煙失敗いいでしょう。いいでしょう。あとみんなね、これね、意外とね、配信者しか知らない情報で、ちょっと金の話で申し訳ないんだけど、風船10個とバーガー1個って買うの同じ値段じゃないですか、リスナーさんって。風船1個とバーガー10、え、ふ、風船10個とかいいね10個とバーガー1個って同じ値段じゃん。だけど、入ってくる額違うんですよ。バーガーの方が、実は、風船とかって4割しか入らないの知ってた？だからね、実を言うと、ちょっと細い話になって申し訳ないんだけど、風船10個よりもバーガー1個の方がありがたいっていうのを覚えていただけると、非常に助かります。これね、濃すぎんだよ。風船はなぜか折半じゃないんだよ。そう。だから、バーガーの方が割がいいって覚えといて。バーガー誌になってみんな、バーガー誌に。そう、結構これ40%、そうなんだよ。だから、5円入ると思ってるじゃん、みんな。でしょ？みんな知らないでしょ？5円、はい、ニッキーさんいらっしゃい。俺今8円なんだよ。だからさ、知らないでしょ、みんな。そう。だから、風船10個といいね10個だから、2つ合わせて10円入ってるんでしょ？違う、8円だから、ほら。8ポイントでしょ。こういう細かいところ濃すいんだよな。だから、できればなんだけど、身入りが良くなるのはバーガーだって覚えといて。バーガー5個ありがとう。サンキュー。そうなんだよ。ずるいよね。バーガー1個は10円だよね。12円か。消費税込みで。そうなんですよ。なかなか知られてない事実なんだよね。ちなみに1個、バーガー、風船1個とかだとお金入らないからね。端数はお金入らないんですよ。なかなか濃すいよね。全部折半でいいだろうと思うけどね。全部折半でよくない？ 50% でも割少ねえんだからさ。何なんだろうね。こういう細かいところ気になるんだよね、俺。そこはしっかりやってくれよ、運営さん。もう儲けてるでしょ、だいぶ。うまくできてるよね。でもまあ、ちょっと技術的なこと確認できたのと、まあ、ちょっとショックだったのが、映倫って言って、映画倫理委員会かな。映画の、倫理委員会に通すのに25万かかるっていうのは、ちょっと勉強になったよね。だから結構金飛ぶでしょ。その映画用のフォーマットに切り替えるので10万。で、映画倫理委員会に通すのに15万。だから合計25万のコストは追加だね。300万の割合のうち25万は。
フワッチに課金してるんじゃなくて廃棄してるじゃない。そこら辺大事だよね。そう、リスナーさんが何を求めてるのかっていうね。もちろん、フワッチもね、ボランティア団体じゃないから儲けていいんだけど、そうなんだよね。フワッチに課金してるんじゃなくて、配信者に課金してる。そこ大事だね。いいこと言うね。いやー。でも、ね、映倫のマーク出たらかっこいいもんね。ねえ。あ、映画だって感じするもんね。ちゃんとやろうね。エイリンマーク儲かるな。1分単位なんだね。1分いくらなんだね。調べようか。エイリンの値段調べようか。映画倫理委員会。箔がつくっていうか、まあ、必要コストだよね。料金。1作品に、2万。審査、劇場向け新作。作品一式。洗剤類。ポスターほか。作品一式。初めにから読もうか。映画文化の中核的存在として人々に支持され愛され続けるために映画倫理委員会映倫は1956年の設立以来半世紀にわたって非営利的な第三者の自主規制機関として映画表現の自由を最大限に尊重しつつ、個人の作品、主題及び題材とその取り扱い方を審査して顧客の年齢層に対応する分類区分を行ってきております。ほう。またその運営は映画業界からの負担金や会費などではなく審査料だけで行っております。ほうほう。審査料改定。ポスターなど作品一式は2万。予告編特報、予告集審査は無料と。宣伝用特殊映像審査は無料なんだね。本編。ほら、1分あたりだよ。1分2740円。非営利なのかな？どうなんだろう。いや、非営利団体なのかな？どうなんだ？実際映画表現、審査を行って。非営利、どうなんだろうね。1分あたり2740円。特別審査料、1分あたり1000円。上限9万円。なんだろう、これ。特別審査料。キャッシュ料の提出を受けて。ドキュメンタリー限定映画。全然、当初よりワンスクリーンで2週間。そう、得てけ。テレビドラマの上映1分あたりだよ。1分2740円かかるんだよ。再編集版の場合は1分あたり1000円。ただし本編の審査と同時に3ヶ月前に上限を6万。特別審査料って何なんだろう。特別審査料は9万円で作れる。1分あたり1000円。劇場版ドキュ、映画の限定公開の場合か。劇場版ドキュメンタリー映画、イベント公開の場合。収録映画、スポーツなど。こういうのね。二次創作の場合とか。映倫旧作、無償で審査。なるほどね。大変だな。何でもかんでもただじゃないよっていうことだよ。何でもかんでもただじゃありませんよって。本編、あ、でも値段変わってる。安くなってる。値段安くなってるわ。2460円だ、1分あたり。これだ。1分あたり2440、安くなってるわ、300円。2460円だから、30分かける2460円は、7万5000円ぐらいかかるんだ。
1分あたり900円。分単位なんだね。高え。でもまあこれ通さないと映画じゃないからね。しょうがないよね。佐川急。もうやる気なくなったろ？いや、やる気はなくなってないよ、全然。だから、25万は用意しないとな、ベッドな。ん？うちじゃない。いやー、大変だよ。うー。まあ、何事もただじゃねえってことだな。よく考えてるなっていうか、だからまあなんて言えばいいんだろう。だからなんだろう、映画作ってますっていうことは誰でも言えるじゃん。で、YouTube とかにインディーズで載せてる人もいるけど、でも、スクリーン、映画館で流すためには、とか、いろんなハードルがあるのよ。だからちゃんと世間一般で映画として認められてる映画作品としてやるためには、やっぱり映画業界のルールに則ってやらないといけないわけじゃん。じゃないとさ、俺らがリスナーとかで映画だ、映画だっていくら言ったところで世間は認めてくれないよね。やっぱりね。いや、それは映画ではないですよっていう。そこだよね。まあだから、うちわノリでやるのと、本当に、スクリーンで上映するのの差だよな、ここが。企画とちゃんと、だからほら、便所太郎さんもイベントとしてちゃんとやってるじゃん、捨て頃。あれがさ、他社のね、うちわで集まってただ殴り合うっていう企画だったら、あそこまで捨て頃ってでかくならなかったと思うの。便所さんはそこをちゃんとイベントとしてやったっていうところがやっぱすごいところだよね。あそこは尊敬してるかな、本当に。まあ、いろいろね、バカにされまくってるからな、他の配信者とか見返したいよな。でもね、今日ちょっと案で出たんだけど、やっぱり DVD の発売をやって、ちゃんとやるべきなんじゃないかっていう声も上がってたね。DVD で販売をして、ちゃんと収益化を狙うっていうのはやるべきなんじゃないかなっていう話は議題に出てた。え、ぶっちゃけた話さ、みんな DVD 欲しい？もし映画、DVD 買ってくれる？もしそれでね、なんかメイキングとか、つけて販売するっていう形だったらありなのかなとか思って。ああ、そうなんだ。よかったね。物に残るってやっぱいいよね。絶対買うしね。いいね。素晴らしい。ね、買って、みんな。なんかね、あれなんだよね、10万円ってハードル高いじゃん。で、どうやったらいいかっていう。みんなもさ、映画に対して支援はしたいっていう気持ちあると思うんだけど、どういう形でどう募るかだよね。映画のお金っていうのを。あと290万。
そこら辺はどうしていったらいいかな。なかなかね、10万のスポンサーさんが現れないから、10万のスポンサーさんはそのタイトルクレジットちゃんと乗るっていうところでいいと思うの。今の方法は。だけど、小口でも集められる仕組みっていうのを作らないとなと思ってて。どうやればいいのかな。なんかいいアイデアない？多分1万ぐらいで出したいっていう人は結構いると思うんだよね。何がわらわらなの？ブロックな。何がわらわらの？笑う話なんか全然してないけど。意味がわかんないよね。はい、ブロックでーす。さよなら。ほんと人のことバカにするやつ多いよな。どうやって小口で集めるかだよな。なんかいい方法ねえかな。なんだろう、音がバグる。予算集めが一番大変。予算と脚本かな。いや、全部大変だよ。予算集め、人集め、予算、人、脚本、この3つじゃん。やっぱすげえ大変だね。なんか一人で完結させるのに慣れてたから、配信者だから、この多くの人を取りまとめるっていうことを考えないといけないっていうのはすごい大変なんだなっていうことはつくづく痛感してるかな。すげえ大変。予算はね、早めに解放されたいなぁとは思ってるけどね。予算の部分で頭抱えるのは、ちょっと、なんか、嫌だね。作ることに専念を早くしたいかな。作ることだけに早く専念をしたい。なんか予算を集めなきゃっていう頭ってビジネス的な考え方じゃん。で、そうじゃなくて、なんていうのかな。作る方に、クリエイティブな方に専念はしたいかな。もうなんか別の頭を使うからね。そう。全部が揃わないといけなくて、普通分担するじゃん。プロデューサーと監督って別じゃん。だからね、そこが結構厳しいところかな。プロデュースをやってくれる人が欲しい。なんか一人で何でもかんでもやってたら頭おかしくなっちゃうよ、本当に。大変。本当に大変。まあでもね、頑張ってればうまくいくでしょ。なんとかなるっしょ。もう気合だよ、気合。ここまで来たら。作った後も公開してくれる劇場を探すのも大変だし。多分そこにもまた悩みが出てくるんだろうね。そっからまた苦悩が始まるんだろうな。まあなんだかんだ大変だよ。
悩みは尽きないだろうね。まあ一回作ったらね、実績になるしさ、そこはそこで。頑張らんとな。どういうふうにやってけばいいんだろうな。なんかいいアイディア考えないと。ああ、そうなんだ。まあ、でかいもんね。東宝シネマズとかでかいからね。まあまあ、そういうふうに、署名活動とかね、本気具合を伝えていかないと、でかい会場とか借りられないもんね。キラキラメガネってどういう作品なんだろう。予告編とかないのかな。予告編あったら見てみたいな。あ、予告編あるね。見てみようか。4番線ご注意ください。恋人の死から立ち直れず灰色の毎日を送る明美に、一冊の古本が奇跡の出会いをもたらす。ありがとうございます。誰かが読んでた大切なあ、本池脇が千鶴またなん誰だ。かの大切になったり。うわ、好きだった楽な。しいね、久明々見美くん。た。彼女には笑顔を絶やしてはいけない現実があった。私の彼、余命宣告されちゃってさ。池脇千鶴いいな。俺死にたくねえよ。私ね、キラキラメガネかけることにしてるんです。見たものを全部輝かせるメガネ。キラキラメガネかけてないと壊れちゃいそうなんじゃないかって。大事な人なくすってどういうことか考えたことあんのかよ。自分の人生を愛せないと嘆くなら、愛せるように自分が生きるしかない。ね、キラキラメガネ。これか。おお、池脇千鶴原作、キラキラ、エンディング、監督、脚本、ここだよな。 ここだよ。ちょっと待って。こんばんは、ニーニー。ここだよ、ここだよ。問題はここだよ。ちょっと待って。主役また別の、主役じゃないの？池脇千鶴。監督、脚本、プロデューサー、アシスタントプロデューサー、キャスティング、撮影、照明、録音。なんだこれ、美術かな？美術、助監督、制作担当、あ？届いたぞ。よいしょ。こうじきキング。ありがとうございます。ですね。
これは缶コーヒーは、これはあれかな、金魚姫かな。あざーす、缶コーヒー届きました、ありがとうございます、いつもありがとう、サンキューです、コスキングです、ハートありがとう。見て、ケンタメンいらっしゃい。ちょっと待ってね、ちょっと待って、監督、脚本、プロデューサー、プロデューサー、アシスタントプロデューサー、キャスティング、撮影、照明、録音、これ美術かな、美術、助監、制作担当、スタイリスト、ヘアメイク、スチール、編集、音楽、音響効果、協力、制作、配給、宣伝。わかる？これ。これもう一人、最初一人で、もうだって何個やって、もう頭おかしくなるよ、俺。わかる？もうここ見ないでしょ、みんな、エンドロールのここ。ここ見てよ。エンドロールで流れるやつ。もうね、本当に。これ見ないとダメだよ。みんな、あ、面白かったっつって帰るでしょ。違うよ。エンドロール見ながらこうやってやるんだよ。いや、俺マジで、それね、ちゃんとやって。それすごい大事だから。すごい大事。もうとんでもない苦労で、とんでもない人数で作ってるからね。これを上の方しか見ないんだよな。つらたんだよな。もうだからエンドロールで席立つやつのデリカシーのなさ、俺嫌いなんだよね、本当に。エンドロールで席立つ、昔から苦手よ俺。最後まで見る。もう照明が明るくなるまで絶対もう最後までこれやるよ。頑張らんとな。ここにごま塩って乗るんだよ。ごま塩って乗るからね、ちゃんとね。いや、でもやりがいはあるよね。うん。エンドロールの中に急いで外に出た。エンドロール中に、なんで？なんで外に出んの？ダメだよ。最後まで見ないと。許しませんよ。うん、で、チームのみんなで見ていただいた方に頭下げた。あー、ダメだよ。もうエンドロール込みで作品だから。いやー、結構席立つ人とかいるよ。うん、あれはマナー違反なんだけどね、本当はね。だから最近エンドロールの後にプチシーンとか入れたりするもんね。まあその辺はうまくやっていかないと。いや、だから最後におまけ映像つけるのはふざけんなっていう、その制作者側の怒りでしょ。要は席立たせねえよっていう、要は最後まで見てくれよっていうことでしょ、あれは。そういう怒りだよ。俺らが作ってんだよっていうさ、ありがとうブレッシオさん。続編予告とかあるし、その最後のおまけ映像をつけたりするのは、多分あれは制作者側の怒りだと思うよ。なんだよっつって、作った人に対するリスペクトねえのかよ、最後まで見てくんねえのかよっていう、あれはすごいわかるもんね。俺も多分やると思うもん。席立った人が後悔するように、え、あのシーン見てないのってやっぱやりたいよね。コードブルーわかんないな、すごいよな。でも、あ、でもそうだ、パソコンどうすっか。パソコン45万、アップルにしようかな。どう思うみんなは。どうしようかな、アップルにしようかな。なんか昨日新しく出たんだよね、 iMac が。どうなんだろうな。
新作発表されてコスパ良さそうなんだけどね。購入どうなんだろうな。17インチ、これでしょう。45万。まあやっぱ結局ね50万ぐらいかかるね。さっきもやったんだけど64メモリー、グラフィックボード、ストレージはまあ2テラの SSD じゃなくていいとして、45万7300円、税別。税込みだといくら？税込みだといくらだこれ。税込みだといくらになるんだろう。45万7300円かける1.08か。やっぱ50万だよ。もう本当はなんか悲しくなってくるよね本当にね。50万ですよ。胃が痛い。胃が痛いおじさん。くそ。45万お金ないよ今。だから10万円はストックしてる、あのスポンサーさんからの支援。メーターつける？花火メーターつける？メーターつけるかな。どうしよう。運転中だった。おかえり。1台で50万だよ。でもまあまあこんなもんだよな。スペック的にまあまあそうなるよねっていう。そんなに割高ではないかな。今までよりも価格は落ちてるんだよね。あ、そうそう、金魚姫ありがとうね。コーヒー金魚姫でしょこれ。金魚姫でしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしようかな。スポンサーで募集するのか、花火で買うのか、どうすればいいのかな。どう思うみんな。どうやって金を。届いた届いた、ありがとう。ここにあるよ。さっきやあのピンポン、これあれしょ、金魚姫でしょ。ありがとうね。でも生活費もあるから、花火でなんかうまい仕組みない？クラウドファンディングでキートスやってもうまくいかないし、なんかないかな。生活費なんかうまいことできねえかな。なんかねえかな。なんかどうしたら綺麗にできるかね。どう思うみんな。どうしていったらいいんだろう。スポンサー集めが投げ銭でそのやっぱ復活させるかっていう、どうなんだろうね。なんかうまいことないかな。どうやってやるのが綺麗なんだろう。難しいよな。メーターをやるとメーターをやったで
今度は俺の生活費とどうやって分けるのかっていうさ、生活をしないといけないわけじゃん。で、花火のメーターっていうか便所さんどうやってやってたんだろう。それが不思議なんだよな。お茶爆でもらったお金はお茶爆とふわっち切り分ける。それどう？そしたら明確に分かりやすいじゃん。お茶爆でもらった部分はってやる？どうするのがいいんだろう。そしたらさ、もう花火は生活費、ツイキャスで投げてくれたお茶爆は映画の資金みたいな感じで分けてやったらいいのかな。なんか分かりやすさが必要なんだよね。映画のお金は映画のお金で手つけたくないから、どうするのがいいんだろう。頭悩むところだよね。そう、どこまでが映画用、どこまでが、キャスの分は映画資金っていうかパソコン代っていう形で募るかな。映画の資金は映画の資金でスポンサーとして募るから、なんかね、もうそれもね、どんぶり勘定でやりたいんだけどね、なんかぐち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 言われちゃうからね。生活費メーターダブルメーターでやる？生活費メーターと、それいいアイディアじゃん。それよ、いいね。生活費メーターと映画メーターを2つつければいいんじゃん。そうだよね。いや、めちゃめちゃシンプルじゃん。よくよく考えたら。そうしようか、じゃあ。で、リスナーが選べるようにする？生活費メーター、生活費メーターと、そうしようか。生活費メーター。それいいね。それいいね。生活費。生活費20万円。それいいね。え、それパクっていいっすか？生活費メーターと。それいい？健担麺。パクっても。それめちゃめちゃいいじゃん。そうだ。単純に分ければいいんだ。映画編集用メーター。そうすりゃいいじゃん。なんで気づかなかったんだろう。ちょっとパクるわ。リスナーが選べるようにしたらいいんだもんね。それだったらいいじゃん。ねえ、よくよく考えたらそうじゃん。収容。でこれで見えるのかな。これで見える。 OK。 これでいいじゃん。ありがとう。ちょっとそのアイデアパクらせてもらうわ。これが、今いくらだ。
ちょっと待ってね。もうちょい左、ちょっと待って。今、確認するわ、絵作り。ちょい待ってね。あ、そっか、左、こっちだと被るのか。なるほど。そうなると、ちょっと待って、じゃあ、こっちか。あ、ここは、あれじゃん、コメントじゃん。どうしよっかな。どうしよう。枠がね、小さくしてもいけるかな。いや、ちょっと待ってっつってんの。フォントのサイズが今何、フォントサイズ何なの今。12、あ、小さいな。12じゃなくて24。これくらいで OK？ 24。これで見えるかな？もうちょいでかい方がいいかな？ 24。 これ見える？見える？見えるかな？小さいは小さいけど、スマホで見た時にどうなんだっていう。どうなの？見えてるの？どう？どう？見える？もうちょいフォントでかくするか？ 24 だから 26?26 で。これくらいか。ちょい小さい。ちょっと待ってね。生活費メーターが。28いけるかな。ちょっと待ってね。28ギリギリな気がすんだよな。これは見える？どう？これはどう？本当。どうかな。見える？ OK。ちょっと待って。で、でも俺の生活費バレるじゃん。俺の生活費バレるじゃん。いや、俺の生活費バレるの？なんか、やだけど、まあ、しょうがないか。じゃあ、はい。じゃあ、いいっすか。公表すんの？俺。なんかやだな。いい、まあいいわ。まあ、しょうがないよね。結構もらってんなってなると思うんだけど。まあいい、まあいいけど、別に今更隠すもんでもないし、なんか、うん、結構今月飛んでるんすよね。結構いただいてるんですよ。リアルでしょ、なんか、うん、結構安泰なんだよ。なんかやだな。なんかやだな。まあ、はい、すいません。結構もらってるんですよね。なんかまたアンチ増えそうだよな。なんか。よいしょ。900,000万、10万かな。100,000万、10万。なんか嫌な感じ。あれだけなのにこんなにあるんだよ。すごいよね。あれだけって何があれだけなの？何？じゃあこれで OK か。で、これが。こんな感じか？もうちょいか。あ、そっか。生活費メーター。
これで OK か。こんな感じ？どう？これで OK？ これで OK？ これで OK かな？見やすくなった？これで OK？ どう？みんな見えてる？で生活費メーターがいっぱいになったら、もう、あれだもんね。通常メーターの方、映画メーターの方に回していけばいいのか。で、リスナーさんが選べる形にすればいいのか。これでいこう。これでいこう。うん、これでいこう。で、別に俺20万あったら余裕で生活できるから。全然、東京で。うん、これでいこう。こうしましょう、うん、あ、違う、生活費メーター違う、なんだっけ、1万5000円こっから引かせて、あのね、延長代があるから4万3000円だ、43だ、延長代抜くの忘れてた。延長代が1ヶ月に結構かかるから、チケットが、延長チケットが、な、今こんな感じですね。メーターって入れとくか。なんかずれるんだよな。なんでなんだろう。うん。パソコン今見たけど、すごい見やすい。見やすい？大丈夫？どうなんだろう。スマホでもこれ確認できるのかな？大丈夫かな？うん。これだったらもうリスナーが選べるわけだから文句ないもんね。いや、生活費だわとか。いや、映画編集だわってなるもんね、うん、これだったらいいか、うん、よし、こじるぞ、頑張るぞ、頑張るぞ、スマホでも見える？じゃあこのサイズでいくわ。ありがとう。スマホでも確認できる。了解。OK。サンキュー。こじってこじってこじきまくろう。これでいきましょう。ありがとう。で、お茶爆の件に関しては、ぶっちゃけた話は、お茶爆のお金って貯金してるの？一応、お茶爆のお金はストックしておこう。ストック。この提案良かったね。ケンタンメンのアイディアでしょ。ケンタンメンナイスだよね。そうだよね。生活費と編集用メーター分けりゃいいじゃんって。すげえシンプルだった。この提案めちゃめちゃいいよね。言われてみりゃそうだなっていう。これだったらね、なんか投げがいあるもんね。いや、映画の方を支援したいってなるもんね。
これいいじゃん、すごい見えるか。ありがとね、ケンタンメン、アイディアナイスだよ、ナイス。ふむふむ、そうなんだよね、意外と見返り求めてないで投げたいっていう人も結構いるんだよな。まあでも主要機材だしね。ポチエムがたまに来てますね。来てないっすね、ポチエムは来てないっすね。なんで？もうあのスパーリングでボコしてから来てないっすよ、僕の枠。なんで？もう絡んでないっすよ。何年前だっけ？去年の捨て頃の前だから、ちょうど1年ぐらい前にノックアウトしてから会ってないっすね。バーンってアッパーでノーション、アッパー思いっきり入れたかんね俺、右アッパー結構手応えあったよ、ドーンって入ったもん。あれ痛かったと思うよ、多分首多分頸椎痛かったと思うよ。え、病気なの？ポチエム？マジで？え、本当に言ってんの？何の病気？病気なんだ。あ、そう。何の病気なの？わー、ありがとう！金魚姫さんからお茶パック50いただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、サンキュー、ありがとうございます。何の病気なんだろう。入院するって言ってたんだ。へえ、何なんだろう、心配だね。まあもう来なくなっちゃったかな、まあ関わりあるしね、普通に昔関わってたから。なんか良くなってくれるといいけどね。ふわっちやってんのかな最近は。教えてくれなかった。そうなんだ、なんで教えてくんねえんだろう。はい、こんにちは、安蔵さんいらっしゃい、どうも。会社は辞めてんだ。何、プライベートで連絡取り合ってるってこと？なんかつながりあったもんね、ニンにね、ポチエムと。つながりっていうかここで出会ったんだろうけど。なんでこの俺が全く知らないリスナーがポチエムがここに来てるかどうかが分かるんだろうね。どういうシステムでどういう風に把握してるのか俺が理解、なんで俺が理解してないのにリスナーさんが理解してるんだろうね。まあポチエムが配信やってて和道の枠たまに見てるとかぼやいてんのかな。なんでリスナーさんそんな詳しいんだって思うよね。それがよく分かんない。なんで俺が知らないことを知ってるんだろうっていう。スカイプで連絡取ってんだ。あ、まあ元気になるといいな。元気になるといいね。
まあでもツイキャスのお金もね、あの貯めておけばいいんだよね。あのツイキャスでいただいた花、あのお茶箱の分をここにボンって追加すればいいんだもんね。花火は500円単位で増やしていったらいいから分かりやすいんだけど、まあ、溜まってる分は使ってないからね。まあ本人なんじゃねえかって思うけどな。なんかポチエムのこと気にしてるのってポチエムだけなんじゃねえかって思うけど、わかんねえけど、なんか結構いるんだよ。卵味噌とかそうじゃん。なんか自演サブアカで自演コメント書くじゃん。コーヒー飲もう。コーヒーいただきます。あとつテロップが変わった。テロップテロップっていうか、あのメーターをつけようっていう話でやっぱりメーターつけた。やっぱり小好きだから、欲しいものは小好きで手に入れないとダメだよね。小好きらしく、せめて小好きらしく。メーターいいね。またアンチが発狂してるよ。小好きだ小好きだって。みんなアンチブロックしたからもう関わんないから。雑談狸でワーワー書いてるだけだからもうここには奴らの居場所はない。もう囲い放送に切り替えるから。時代は変わったんだよ。時代は。さよならアンチ、今までどうもありがとう。俺らのおかげで有名になったのにクソ悔しいドゥフフって言ってるよ今頃俺らが育てたのにあいつ裏切りやがったドゥフフ。箱の中に箱このシステムやめてほしいんだよな。ああ、箱の中に箱。かさばる。いただきます。金魚姫ありがとね。いや、リスナーさんからタバコを開封したんだけど、プライベートありがとう。映画花火ありがとう。ニンニさんから映画花火いただきました。ドンチキーありがとうございます。ありがとう。サンキュー。映画花火いただきました。ということは、ということは、こっち側のこれが500と、これで合ってるかな。これで合ってるかな。これで合ってる。これで合ってるかな。合ってるね。いいね。ありがとうございます。なんだ、音楽がずれんな。最近なんか調子悪いな。これで合ってる。この微妙なズレが気になる。やめてほしい。あざーす。召し上がれ、いただきます。今ドンって言わなかった。やばいね、メンヘラだから幻聴聞こえる。嬉しいな。あざーす。ニンニ、これで、PC メーターが上がり続けて、生活費メーターが回らないと、俺は破産するから。ご飯、ありがとう！金魚姫から、映画花火いただきました。ありがとうございます。ムービー。ありがとうございます。サンキューです。よいしょ。閉まるの。楽しいね。これでいいのか。ありがとうございます、あれ点の位置が違う。点の位置が違う。ちょっと待って、点の位置が違う。よいしょ。いった。OK。ありがとうございます、ありがとう金魚姫、ありがとう。
いつもありがとうね。花火ナイス。うん。ね。すごいよ。昨日のね、ヘラリツイートのせいで、俺はツイッターのフォロワー9人失ったからね。超絶ヘラリツイートで、俺はフォロワーを9人失ったんだよ。すごくない？なかなかないよね。なかなかないよね。一気に9人失ったから。びっくりしたもん、朝起きて。マジかよ。どいひーって思ったもん。まあいいんだけど、別に。うん。ちょっと減らったぐらいでフォロー外すんだと思って。あ、ツイキャスの皆さん、もしよかったらコンティニューコインもお願いします。無料分で構わないんで、コンティニューコインお願いします。ありがとう！ペコポコランドさんから花火いただきました。ドンチケイ！ありがとうございます。映画花火です。ナイス！ありがとうございます。ありがとう。見返りは一切ありませんので、お気をつけください。ありがとうございます。ありがとう！ 50万意外と早く行くんじゃないの？意外と、うん、意外と早いかもしれない。あ、ブレシオさんありがとう。コンティニューコインありがとう。サンキューです。ね、でもさ、編集画面見せながらキャプリながら放送は結構楽しみだよね。そう、俺の可愛い可愛い笑顔で、うん、見返りは俺の幸せがリスナーの幸せだから、うん、俺のハピネスはみんなのハピネスだから。ありがとうブレシオさん。でも映像をこう見せながら編集するっていうのは結構新しいと思うんだよね。作業配信でももともとだから向いてるとは思ってたんだよな、そういう映像編集しながら生放送みたいなのは。あと、あーでもな、そうなんだよ、一個だけあるのが、そのまあパソコンを Windows の自作にするか Windows を自作にするか Mac にするかまだ確定ではないけど、まあ50万前後にはなるわけじゃん、どっちにしろ。で、一個利点があるとしたら、その、なんだっけ、自分の、自作 PC だとパーツを入れ替えていけるんだよね。パーツを。だから、そこがでかいんだよな。ほら、Mac の場合は、だったらもう買い替えないといけないじゃん。だけど、パソコンパーツの場合だとパーツを組み替えていくと、追加追加ででかくしていけるっていうのがでかいよね。そこはやっぱ最大のメリットだよな、自作 PC の。だから、これ50万近くなってきたらもう一回考えないとね。もう一回考えないと。うん。うん。まあ、一歩一歩進んでいくしかないよな。そうなんだよ。だから結構さ、そのさっきもヨシ君と話したんだけど、 8K とかで撮影できるその企画とかが出始めたの。 4K じゃなくて 8K で撮れるとかで、あとあの一眼レフの動画って30分しか撮れないのね。それ理由は簡単で、あのなんだっけ、太平洋パートナーなんて言うんだっけあれ、あの環太平太平洋パートナーシップ協定みたいな、あの関税のやつあるじゃん。あれでヨーロッパにカメラを輸出するときに30分以上撮れるカメラはビデオカメラとして輸出しないといけないとか、その法律の問題らしいの、あれって。そのカメラの動画が30分しか撮れないのって。
だから技術的には実はもう一眼レフで2時間3時間撮れるんだよ。っていうね、ちょっと大人の事情でね、ぐちゃぐちゃしてるんだって。面白いよね。映画の会議みんな見てたの？今日の放送。でもさ、あれ不思議なんだけどさ、あの映画の会議とかどういうモチベーションでみんな覗いてるんだろうって。コメント書かないって。結構80人とか見てたからなんか会議とかを世の中には会議をおっさん3人が真剣に会議してるのを80人が見るニーズがあるんだっていうのに結構びっくりしたんだよね。もう20人ぐらいでドラム配信とかみたいにかそるかなと思ったら、あ、成立するんだと思って。ああいうのってどういうニーズで見てんの？みんな見てた？あれ面白かったな。なんか、あ、こういうのってニーズがあるんだと思って。何言ってるか分かんなかったでしょ。まあ映像業界の人とかだったら分かるんだろうけど、あ、今何の話してんだなとか。まあ多分普通のリスナーさんが聞いてもちんぷんかんぷんだと思うんだよね。何の話してんだこいつらみたいな。結構大変なんですよ。プロモーションビデオも作りたいな。あとね、和道フィルムのねロゴを作りたいんだよね。和道フィルムのロゴ、なんかイラスト描ける人、和道フィルムのロゴ作ってくんねえかな。イラストでキャラクターも作りたいんだよね、和道フィルム。なんかうまいことね考えないとね。夕飯食べながら参加してる気分になって見てた。ご飯食べながら、あ、俺もメンバーの一員だっていう感覚で。それはまあ正しい見方だよね。まあみんなと一緒に作ってる感覚はあるから、うん、なんだろう、俺なんつうんだろう、自分がたまごっちのキャラクターだと思ってるから、の中のスマートフォンに飼ってる和道っていうキャラクターだから、うんこ漏らしちゃったりとか、ご飯食べさせてよっていう可愛くないキャラクターだから、キャッキャッつって、キャッキャッって携帯ペットだからね、携帯ペット。でもまあ今日の会議は結構前に進んだかなとか思ってて、2時間で1時間半ぐらいでサクッと終わったし、うん、和道っちだよ、和道っち。この中で飼ってるのがキャッ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 つって、ハズレモンスターだけどハズレ卵っちだけどね。放置プレイで親父っちになったらもうダメだよ、もうダメだ、終わりだよ。親父っち、親父っちって当たりキャラクターじゃなかったっけ？違うっけ？隠れキャラじゃなかったっけ？違うっけ？ハズレのね、なんか植物のやつばっかりになってたね、なんとかっち。でもたまごっちってあれひどいんだよね、55億ぐらいなんか赤字出したんだよね、バンダイあんだけ大ヒットしたのに55億の赤字出すってすごいよね。なんかあのブームが来て工場を、何が何人来たの？工場を作っちゃって後乗りで、ですごい大赤字だったんだよ。いや大赤字大赤字、うん、パルちゃんいらっしゃいね。何が何人来たの？あ、会議のメンバーは3人、うん、会議3人、今日は会議3人でやった。
でもまあ、たくみさんと久々会えて、たくみさんが可愛かったね。たくみさん、トトロみたいだから、ね。55億の赤字だよ。確か。確かね。回収できてないんだろうな。あんだけブームを起こして、なんか、赤字になるってすごいよね。55億の。まあ、工場を作っちゃったんだろうけど、これはいけるってなって。だから、ブームと、黒字にが結びつくかっていうとそうでもないっていう、まあ稀有な事例だよね。いや、たくみさんトトロみたいなんだよね。たくみさんかわいいね。米ビューのラグが出る？米ビューのラグ？映像のラグじゃなくて、5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1のって書いてください。5、6、7、8、9、10秒。あー、ラグいな。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20秒。20秒ラグ。なんでこんなラグってんの今日。なんでサーバー重い。最速で20秒だった。一回枠取り直す。なんかあの LINE のダウンロードで遅れたやつかもしんないから、一回枠取り直そうか。ちょっと俺のソフトの問題だと思うから、これ一回枠取り直してもいいですか。 OK、 OK っつうか20秒待たないといけない。